こんばんは。こんばんは。こんばんは。始まりましたか？303倍で痩せるダイエットがやばい。翌日には即実感。10キロ、20キロ、30キロ。どんどん落ちて止まらない。翌日には即実感。なんだ俺。始まりましたか？始まってるかどうかがわかんないんですけど、大丈夫でしょうか。いろいろ準備が間に合ってなくて、急にカメラが壊れたりとかですね、いろいろ段取りが大変なことになってますが、一応始まったような気がしますが、始まりました。あ、よかった。こんばんは。本田正人です。ライブ配信、これで、3回目ですかね。だいぶいろいろ進化してきまして、自分のとこではこれ配信なので、こっち側では何かわかんないんですけど、例えば、カメラがちょっと良くなったり、これ良くなったっていうのも、これもともと昔から使っていたカメラを、配信に使えるようになったっていう、そういう機材が手に入ったっていうだけなんですけども、だいぶクリアに、健康的な感じに映るようになったんじゃないかなと思います。あとは、配置が今までずっとこの自分の部屋っていうか、自分のあの、音が出せるスタジオからやって、てるんですけども、配置が逆になりました。こっちが本来の姿でですね、元々の、机に向かってできるようにやっとなったという感じですね。ちょっとこの前までのやり方ですと、なんていうんですか、エコノミー症候群みたいな感じで、もうギチギチの中で全く身動きできない中でやっていたので、それから比べると随分と楽にやれるようになって喜ばしいことでございます。ということで、今回は、ゲストをお招きしております。もう告知しておりますので皆さんご存知かと思いますが、先日、リモートのデュオを一緒にお送りしました。素晴らしい演奏を聴かせてくれたクラシックサックス界のヒーローであります。田中康人さんにここにいらしていただく予定であります。段取りがすごくグダグダで何もやってないんですけども、これから、田中康人さんを呼んでみたいと思います。ですね、これでやると呼べるんじゃないかな。こうやって、ちょっと待ってくださいよ。今来ますからね、多分ね。そう、パソコンも新しくなったんですよ。でもこれ新しい、これも買ったんじゃなくて、もうこんな、今、情勢なんで、買ってる場合じゃないなっていうのもあって、これ大昔からリビングにある2011年モデルですので、9年前ですね。9年前のなんだけど、案外、中身全然ほとんどなしにしてやれば、専用機みたいにして今のところ使ってるんですが、置き場所によりますね。うち、有線じゃなくて、Wi-Fi なので結構厳しい時は厳しいんですけども、あ、これダメかなと思ってたら、置き場所変えたら、あっという間にいい感じになりましてですね、これなら今のところいけるんじゃないかなという感じに今なってきました。ちょっと待ってくださいね。これをいけばいけるんじゃないかと思うんですけどね。これを、これで、いろんな人からご連絡が来てますね。はい、今、やってきていただけるようなものをお送りしましたので、田中さん、いらっしゃるんじゃないかなと思います。もう、続々いろいろチャットも来てますね。見させていただいてますが、またどんどん流れてしまうので、うっかり見れなかったらすいません。後で全部見ますんでね。ぜひいろいろ書き込みなり、いろいろやっていただければなと思います。あとは、待つだけ、オンライン中、読んでますね。はい。来るんじゃないでしょうか。最初からやっときゃよかったんですけど、まあせっかくゲストなので、ちょっと一応前振りをしてから来ていただこうかなという段取りになっております。
とりあえず問題なく動いてますかね、皆さん。こっちでは一方的にやってるだけなのでなかなかわからないんですけども、まあとりあえず自分が今配信してる画像を見る限りでは絵も綺麗になってるような気がします。照明もちょっと増えました。後ろの照明がちょっと眩しいですね。この後ろの照明を後で何とかしたいと思いますけど、まあちょっと賑やかしでいいかな。あ、動いてます、聞こえます。ありがとうございます。じゃあこれで大丈夫かな。音ちっちゃいとかでっかいとかないですか。大丈夫ですか。なんかスパチャもいただいてありがとう。まだ何も進んでないのにスパチャいただいてありがとうございます。中島まりさん、ありがとうございます。そしてこれ読めないですけど、 UGYOHJP さん、ありがとうございます。来ないですね。なんかミスってますかね。こっちに連絡が入ってる。舞台裏にいますよ。これどうやってやるんだろう。電話がかかってきた。はいはい。どうやるんでしょうね。舞台裏にいるんですね。あれ、あ、また。もしもし。はい。舞台裏っていうところにいるんですね。昨日とやり方が違ってた？準備しても、同じやり方です。あれ、なんか来ないですね、うちの。なんかその上にもう一回なんか押すとか、なんか、この間はなんかね、待ってたら勝手に顔が出てきたんだけど。そうですよね。なんか、あ、そう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 。今、うん、はいはいはい。すいません。いろいろ、初めてのことばかりなので、多分、これで、うまくいくんじゃないかなと思います。ちょっと待ってくださいね。まあ、こんなもんですよ。どうなるのこれ、こうか。昨日実は一応練習したんですよ。この飲み会の練習をしてですね。その時に全然うまくいったので、多分大丈夫だと思うんですけど、今その昨日の飲み会練習のやつの方にアクセスしてしまったかなんかっていう割とわかりやすい感じなので、もうすぐやってこられるんじゃないかなと思いますので、少々お待ちください。昨日の練習も盛り上がりましたよ。なかなかあんまりお話をする機会もないですのでね。なかなか盛り上がりましたけども。あ、来ました、来ました。これで、じゃんじゃん。お待たせしました。また。すいません。いらっしゃい。昨日の練習、対談練習ですね。見えますか？聞こえますか？はい、見えてます。はい。こんばんは。こんにちは。こんばんは。あれ、なんかそっちの声、これか。あれ声聞こえてますか？今ね、あれ、なんで、そうか。ちょっと皆さん、バシって言ったらすみませんね。ここの線がつながない。いろいろ、ちょっと、もう初めてなんで。はい。はい、今日ゲストにいらしていただきました、サックスプレイヤーの田中康人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日はわざわざいらしていただきました。先日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。とても素晴らしいものができました。こんな時じゃないとね、なかなかできない量が、ね。この状況から生まれた楽しい曲でしたね。よかったです。はい、なかなか大変でしたけども。面白いものができてよかったと思います。大変でしたね。大変でしたけどね。まず、田中康人さんと僕の関係っていうのは、まあ、もういろいろネットなんかでも書いてるのでご存知の方もいらっしゃるとは思いますけれども、簡単に説明しておくと、2人とも国立音楽大学という大学に行ってまして、はい、その当時は、音大っていうのは基本的に、クラシックの
会しかなかったので、僕もクラシックの会で、まあ、田中康人さんは当然クラシックの会に行ってらしたんですが、同じクラシックの会で、僕は、3年生の時の1年生かな。そうですよね。はい、そうですよね。はい、うん。そう、2個違いの、で、学校は一緒に行ってましたっていう感じですね。で、はい、まあ、当時からもうさすがにめちゃくちゃうまくてですね、うん、1年の時からだいたい入ってる時から相当もともと上手で、で派手でしたよね。派手でしたか。うん、派手だったと思うよ。そうですね。うん、派手だった派手だった、うん、いや人間もだけど何音がね、音が、うん、うん、本当はクラシックの世界の中ではすごくこうなんか華やかなというか、そういう印象でしたね、1年生で入ってきた当時は。キャンパスで吹けましたもんね。丸木キャンパスでも、ま、バリバリ吹けましたよね。部屋で吹くことの方が難しかったですね。あ、そうかもね。部屋を取るっていうのもあんまり発想にないぐらい、部屋狭かったしね、取る部屋がね。つま弾きされて、音の大きなサックスは庭に。あ、そうね。隣のピアノの人の迷惑になったりとかっていうのもあるしね。うん。あ、でもそうか。実家から通ってたんですよね。ええ、実家は。あ、違うわ。違うわ。香取市っていう、ね、すごい。あ、だいぶ遠いのね。大学、フラット田中って。フラット田中に田中が住んでたっていうね。あ、そうだ、フラット田中。間違えられましたあ、フラット田中、懐かしいね。フラット田中はもうよく行きましたよ。倒れそうなボロいアパートで有名だった。うんうん。でもなんか、管楽器の人がすごく多くてね。で、特に僕の代の同級生がいっぱいいたでしょ。そうですね。本田さんよく遊びに来てました。そうそうそう、なんか麻雀とかしてましたよね、朝まで、ね、あ、懐かしいね。あ、そうだ、そこだ。うん。じゃあ、あそこ家で楽器吹けるんですよね。もうお互い様で、隣の部屋ですね。見えるんですよ、壁の隙間があって。あ、うちもね、それの仲間のフラット栄っていうところに住んでたのね。1年生の時だけ。畑挟んで隣でしたね。なんか、うん、もうそこがすごくて、やっぱり隙間から隣の明かりが見えるっていう。ああ、うん。あ、またスパチャいただきました。たけし広瀬さん、ありがとうございます。隙間から見えるし、隣の新聞紙の音が聞こえるんだよね。聞こえましたね。夏はね、隣の先輩の部屋にエアコンがあったんですよ。で、壁際にこう、持たれると、冷たい空気が来て、涼しかった。いいこともある。隣のエアコンの、うん、そうです、空気が味わえるっていう、すごいよね、うん、フラット、やっぱ音大だからね、フラットなんとかとか、うん、僕はフラット境の次住んだのシャープハイムってとこ、ね、シャープハイムでしたよ。学校のすぐ横の、うん、大体そういう名前つけがちですよね。そうです、シャープフラット。そうそう、シャープフラット。まあ、フラットでシャープの方がやっぱり良かったな。良かったですね。うん、ちょっとこう上がった感があって良かったです。ちょっと、そう。そうそうそう。あ、また、シャット、スパチャットいただきました。ケンアルファさん、ありがとうございます。ピオーネさんも、ありがとうございます。そうそう。うん、そんな、こんなで、大学時代一緒だったんですけども、まあ僕は今こんなことやってるんですけど、まあその頃はクラシックもまあもちろん4年間は頑張ってやって、で、田中康人さんも実は入った頃はかなりジャズっぽい感じというか、そういうのもすごくやってましたよね。本当はジャズやりたくて音大行こうと思って。そうそう。この間ね、なんかこの対談もあるし、この間やってもらったのもあって、ちょっと、3と接続しました。なんか言ってる。あ、そっち、こっちですね。もう大丈夫です。若手っぽくていいね。今回のこのいろいろ絡むのもあって、田中康人さんについていろいろ研究しとこうと思って調べたら、なんかそんなこと書いてる雑誌があって、うん、なんかもともとジャズをやろうと思って、サックスというか先生についたら、なんか先生がクラシックの先生ですごい怒られて、なんかだんだんクラシックになったみたいな。そうなんです。最初、うん、なんかこう、バンドジャーナルって雑誌みたいな。バンドジャーナルね。小室雄一先生って先生なんですけど、その先生の連載を見て、はいはい、当時まだそういう個人情報とか緩かったので、住所とか電話番号書いてあったんですよ。電話して、レッスンしてくださいって言ったら、まあ来なさいって言って、まあいつも練習してるものを持っておいでって
渡辺佐藤さんのスケールスタディ持ってたんですよ。ああ、もう大バカ者だね。その写真かなんか貼って、T シャツ着て。いや、でもね、あの、普通に高校生だったら何の悪気もなく、佐藤さん大ファンだからっていうことで言ってるだけだもんね。それでも、音大行くんだったらジャズなんかやっちゃダメって言われてる。それ、うん、それがずっと大学に行ってもね、ずっとずっとこう残ってたんで、うん、じゃあやっちゃいけないんじゃないかっていうね。そうですね。あ、またいろいろたくさんスパチャーいただいてます。レ、なんとこれ、レ、なんとか1215さん、ありがとうございます。これ名前、あ、これだったら出るんだ。なんかやると出るんだ。どうやるんだ。こう、あ、出た。この、この、こうやって出るんだ。あ、これは、増田さん、ありがとうございます。そう、こうやって出るの忘れてた。どうせないんだろうね。学生時代の感覚よくわかります。京子さん、ありがとうございます。こうやっていろいろね、皆さんね、こうやっていただけてるんで、本当にありがとうございます。そして、大学時代、僕は1年生、僕が1年生の時に、ニュータイドジャズオーケストラっていう、割と今でも活躍している、ビッグバンドができまして、米倉さんという僕の、また僕の2つ先輩の人が、なんかやらないって言って、僕1年生の最初の時にも入った途端に誘われて、それからずっとビッグバンドやってたんですけども、あ、この、皆さんありがとうございます。そして、僕が3年生の時に、田中康人さん入ってきて、で、あれ、1年生の時にもう入ってくれたんだよね。そうですね。もう。それ、大室先生怒られなかったの、最初は。で、大室先生が来てる時はちょっと隠れて。隠れて。もう、なるべくこう、秘密にして、それやってません、みたいな感じで。そうですよね。で、はい、ちょうど僕は、大学3年生の時だから、山野に初めて出た時ですよね。そうですね。懐かしい。うんね、山野初出場して初優勝もできてっていう、もう人生の一番のもう頂点ですね。もうそこから下るばかりみたいな感じですけど、バーンとね。いや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 、もうあれが一番のなんか輝いてた時なんじゃないですか。もうでもなんかよく練習しましたよね。よく練習しましたよね。合宿も行きましたよね。でもあれ、山野出て終わった後ぐらいに、もうなんか先生に怒られて辞めちゃったんだっけ？なんかね、秘密でやってたんですよ。それで、2年ぐらいまではやってたんですよ。2年になったらだんだんちょっとこう、どっちもやるのが大変になってきたんで、うん。なった頃に辞めたんじゃないですかね。ああ、そうか、自分からやっぱりちょっとこれじゃやっていけないみたいな感じで。なんかそのビッグバンドの練習してから、そのレッスンの練習とか。あやってたんで、なるほど。厳しいなという。ニュータイドはその当時どんな曲をやってらしたんですかっていうご質問が来てますよ。秋吉さんの曲やりました、ね。山野出た時は秋吉さんの曲ばっかりやってたよね。やりましたね。あの本田さんが話してたのすごく印象に残ってるのは、うん、あの AC とかやるとスイングできないから、ああそうそうそう。スイングしなくても大丈夫だからとか言って。そうなんか。ベーシーとか、あの、なんちゅうの、あの、音数とか、そういう意味では、まあ、簡単というか、あの、見た目すごく簡単そうに見えるんですけども、ノリが、なんかね、なんか全然様にならなかったんだよね、当時。うん、でも、まあ、これはダメだなって思って、まあ、もちろん、あの、曲を選んでくれたりしたのはみんなで選んだので、僕はあんまり曲とか知らなかったので、いろんな人たちに選んでもらって、あと、近藤さんに、アレンジしてもらったニュータイドのテーマっていうのを言ってありましたね。ね、うん、あれもフルート吹いたんだよね、確か。あ、フルートソロですよね。うん、そうそうそう。フルートと、あとは、秋吉敏子さんのとこの、アーチオブザタッドボールとか。うん、あと、ストライブ・フォー・ジャイブです ね。うん、あれやりましたね。あの、トロンボーンのソロの。そう、あの、なんだっけ、コントラバストロンボーンだよね。ですね、そう、コントラム、うん、崎原君、はい、そうです、うん、でね、やりましたね、その3曲かな、うん、そうですね、はい、そうですね、うん、それで、まあ、当時、でも本当に、ね、優勝できるなんて全然思ってなくて、よし、来年は頑張るぞとか、本当に言ってたら、なんか、ああ、10位入んなかったし、これダメだ、頑張るぞとか言ってたら、なんか入っちゃったんですよね、うまいことね、うん。びっくりしました、あれ、本当に。うん、
でもね、うん、あの楽しい一番の頂点の時代でした。頂点。そうね、急になんかね、あの田中さんは来れなくなり、なんか大変あの残念だったんですよね。なんかすごいいい感じの1年生がいたのに、急にできなくなって、まああのね、大室門下は基本やっちゃいけないのは知ってたので、あのまあいつかはそうなるのかなとは思ってたんですけどね。実はね、あのちょっと話戻りますけど、大室先生にあのなんかバンドジャーナルのやつ書いて、あのなんかクリニックみたいなやつでしょ、大室先生が、はい、あれね、僕も高知の田舎からハガキで手紙出したの。お、同じことしてるんだよね。え、レッスン行きたいですって。いや、レッスンはあの高知から無理だから、あのちょっとあの知りたいことがあったって、あの加え方とか息の入れ方だったりみたいなので、田舎にいると先生がまだ当時習ってなくて、中学校かな、もしかしたら中学校かもね。高校の時に真面目にサックスやってなかったから、多分中学校の頃に書いてんじゃないかな。うん、高校の時は歌歌ってたんで、ほとんど。うん。ラップさんあんまりやってなかったですね。大学入って、バリバリ。うん。大学入る寸前、高3になって、うちの高知県なんですけど、高知県の僕はすごく端っこの超田舎なので、そこから一応高知市はあの大都会なわけですよ。田舎にすると。うん、そこの大都会まで、週に1回土曜日に、片道大体4時間かけて毎週通ったんですよ。そんなにかかる、うん、そんなかかるんですよ。今だとね、だいぶ道も、列車も良くなったんですけど、うん、そう、高知っていうかね、その先生、宮地先生っていうんですけど、先生のとこが、土佐山田っていう、まあ、ローカルの話ですみませんけど、高知の人にすらわからないかもしれないですが、土佐山田っていう駅があって、そこまで行くので、高知からまた乗り換えて、超鈍行に乗っていくので、4時間ぐらいかかるんですよね。で、1日まで日帰りで、学校、土曜日、昔は学校あったので、土曜日終わって、学校が終わってすぐに電車乗って、電車っていうか、じゃあ汽車って言うんですけどね、電気通ってないんで、ディーゼルなんで、電車って言わないですよ。電気じゃないから電車じゃないよ。それはそうだ。うん、それ乗って4時間かけて行って、で、1時間習って4時間かけて帰って、夜11時半頃帰ってきて、ね、うん。面白かったですけどね、毎週。うん、もう時間の流れ方が今と全然違うので。ありますよね、やっぱり。うん、なんかそのぐらい全然大丈夫でしたけどね。土佐山だから見てますよって人いますよ。すごい。すごい。すごいです。土佐山だでも、見れる。それは見れるわね。Wi-Fi が来てる。これも見れる。うん。中村から土佐山だ大変って。わかる人もいますよ。ほら、記者。記者ですよ。もう、みんな、もう、わかる人がわかるんですね。うん。そうなんです。そんな感じで、なんだ、何の話してんだ。ビッグバンドの話です。あ、大室先生に手紙を書いて。大室先生に、そう、手紙を書いて、教えてくださいって言って、なんか言ったら、したら、大室先生が手紙が返ってきました。はい。うん、すごい、丁寧な、お手紙が返ってきて、それで、多分中学校の頃だと思うんですけど、ああ、そうかって、すごいためになったの覚えてるんですよね。でも、こんな怖い先生だとは全然知らなくて、大学生まで。言葉はそんなに多くないんですけどね。うん、なんかね。たまに言う言葉がすごく重みがある感じ。重みがありますよね。そうなんですよ。うん、で、僕は大室先生じゃない、石渡先生門下だったので、直接は習ってるので、石渡先生はもうとっても優しいというか、もう、うちらにぴったりの、ジャズとかやってても別に何も言われないし、先生も昔やってたみたいなとこがあるような、割とこう、柔らかい先生なので、うん、その、なんか、ギャップがすごかったですよね。うん。でもなんか、大室先生すごい、わかんないけどね、多分その中学校の頃かなんかに手紙出したの覚えててくれてて。ああ、うん。昔すごいですよね。自分家の住所書いてそこに手紙出すんだもんね。そうですよね。ね、昔プロ野球年間とか見ると、王選手とかの住所とか載ってるんですよね。持ってましたよ、僕もその。持ってましたよね。長島とか直接手紙出せるんですよね、昔。電話にも普通にね。電話とか載ってたね。すごいですよね、今から考えると。うん、まあまあ、そんな時代だからこその、そうやって、で何も知らずにそうやって手紙書かせていただいたりしたこともありましたけどもね。うん、本田さんでも僕電車の中で一回新宿に乗ってた時に、うん、今からやったら間に合うから一緒にやるよって言ってくれた一言がすごいね、今も残ってるんですよね。本当にそんなこと言うと生意気なこと言ってんね。そうなんですよ。
時に、いや、行きますって言ってたらどうなってたのかなとかね、ちょっとさっき考えてたんですけど。あ、でもね、そうだよね。また、まあ今は今で大活躍、大成功してるから、それはそれで十分いいんですけど、ね、また違った形があったもんね。まあでも、いろんな人にそういう転機というか、なんか分岐点みたいなのは必ずありますよね。うん、僕もなんかすごいそういう時あるし、それこそ もともと歌歌ってたのに なぜかサックスになったっていうのもあるしね。なんかそれによってはすごい変わりますよね。ポップコーンとか出てましたもん。あ、そういうフォークとかですか。フォークのなんか当時のニューミュージックっていうわけで、ね、バンドっぽいやつのフォークっぽいやつやってました。うん、じゃあギター弾いて。ギター弾いて、うん、だからほとんどギター弾いてましたね。うん、だからそれでもしうまくいってたら、ね、ポップコーンいいとこまで行ったんですけどね、なんか期末テストと重なって、なんか大阪大会かなんか行けなかったんですよ。それでなんかポシャって、うん。それ行ってたらね、今頃ね、なんかやばかったかもね、サックス吹いてないかもしれないしね、わかんないですよね、そんなの。すごい、そうだったんですね、知らなかった。そっちのがなんかね、楽しくてね、曲作るのが好きで。あ、うん、ポップコンっていわゆるポピュラーソングコンテスト、歌を作る、うん、自分で作詞作曲シンガーソングライターみたいなのが、うん、基本なので、うん、基本曲作ってアレンジするのがすごい好きなんですよね。その当時の曲はある、うん、残ってるんですか。ね、この間もらいました。なんかその頃のバンドのギターの人ここら辺に住んでて、うん、でも怖くて聞いてないです。サックス以上に聞けないと思います。いやだから今でもたまに歌のライブやるんですけどね。ふざけたちょっとなんかノリでやるようなやつですけど、ね、そういうのもたまにやってますけどね、うん、歌うのは基本的に好きなので、うん、もうまあでもこうやって会えるようになってよかったです。今までにその大学時代はもちろんいっぱい一緒にやったりしましたけど、大学出てから案外ほとんど会ったことなくて。そうですよね、うん、もうこの間ちょっと前の東北の、フェスティバル、東北サクソフォン協会のフェスティバルで、あれでまあ会ったことは柳沢とか楽器屋でなんか飲み会であったりとかも、それぐらいで、ね、それぐらいでその一緒に、ね、演奏する場で会うのってそこまでないかったぐらいだもんね。あの時でもなんか楽屋一緒だったんですけど、ほとんど2人とも楽器吹かなかったですよね。ずっと話してたのね。いや、待って。楽器出してなかったですね。うん、楽器吹いてなかったね。うん、でも、うん、楽しかったです、あれも。あ、うん、でもね、それぐらいでしょ、確か。そうですよね。ねえ。それ以来。マウスピース、僕のと同じマウスピースにね、変えて吹いてくれたんで、びっくりした。あの時そうだったっけ、セルマーの、180。180も一応買って持ってってたんじゃないですか、ね、びっくりした。うん、今回の2人でやったのも、それで吹きましたよ。そう、うん、一応ね。うんうんうん。そうなんですよ。うん。なんかもうこうやって、また、また会えてよかったなっていう。いや、嬉しかったんですよ。声かけていただいたんで。うん。いや、とんでもない。もう、すぐに動画送っていただいてありがとうございました。なんかあれに合わせていただいたことがもう一番恐縮してます、本当に。びっくりします。いや、こっちの方から、動画についてはね、声をかけて、なんかこういうご時世だし、なんか音楽好き全体が盛り上がるなんかないかなということで、お声掛けさせていただいた。そしたら、まあもう本当とにかくスマホでも何でもいいので、一人で吹いた動画を送ってくれと、まあできたら音は別で撮ってくれたらいいけどねって言ったら、もう本当にスマホで撮って、音もスマホのまんまのやつがそのまま帰ってきて、あ、そうか、もう持ってないかったんですよ。ね、そういうね、システムがないとできないもんね。うん、もうそれでもうしょうがない、もうこれでお願いしますみたいな感じで送ったら。そう、うん、で、まあ、もちろんそれでもいいですよっていうふうに言ってあったので、うん、それでなんとかやったんですけど、まあ、スマホ以前にも、まずフリーのテンポで、クリック、いわゆるメトロノームなしで演奏してるので、どうやって合わせればいいのかなって、ずっと神経集中してって言っても、白玉、いわゆる全音符3小節、4小節だったら、さすがに合わないし、
で、絵見ててもわかんないし。僕も、うん、でどうやって合わせるんだろうと思って、うん。で、これはまずクリックを作ろうと思ってね。うん、で、その演奏してもらったものに対してのクリックっていうのを打ち込んで、で、そのクリックを打つのがすごく苦労して、うん、1日かかりましたね。それで、こう、うん、あ、このぐらいの気持ちかって、でもそうやってやってると、こう、聞き方がどんどん深くなってくるから、なんかこう、田中康人の演奏ってものをすごくこう、あの、掘り下げまくって聞けるわけ。うん、ああ、本当に一人でただ吹いてるんだけど、あ、深い。考えて吹いてるんだなとか、いろんなことを感じるようになってきて、すごい楽しかったんですよね。で、あ、そうかそうかって言って、こうクリックを打つっていう作業なんだけど、クリックを打つために音楽をすごく聞くので、うん、音楽に対しての理解度が深まりましたね。うん、すごく面白かった。で、そのクリックを流して演奏をするんですけど、またそのクリック自体が、そのいわゆるクリック、メトロノームっていうのは一定に動くことが大切なのに、そのクリックがカッ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 みたいなクリックなわけですよ。なので、それに合わせるためには結局音楽を同じ気持ちでやらないとできないですよね。それをカッ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 っていうのを本田さんが打ち込んだわけですよね。そう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 。そうですよね。いや、あの、音楽がまだリズムが流れてるところはいいんだけど、ダーってとこわかんないでしょ。その伸びてる間に自分はフレーズを吹くので、割と。うん、ある程度の拍が知りたいなっていうのもあって。うん、で、うん、でも、いろいろやっていくうちにいろんなことが分かってきて、で、そうこうするうちにね、クリックなしでもだんだんできるようになってきた。うん。ああ、このぐらいの、この、なんか流れの中にいるんだなっていうのが。で、実はあのこの間のコラボ映像のやつも途中実はあのクリックミスってて、何箇所かっていうか10年小節クリック切れてるんですよ。うん、でも、あ切れてるって、あ、しまったと思ったけど、あ、ええ、大丈夫かもしれないと思ってそのままやったら大丈夫。いや、でももう自分のパート聞こえないですよ。あれ、もう本田さんのパートばっかり聞いちゃっても、自分で。いや、そんなことないですよ。いや、もう、やっぱりメロディーなのでね、メロディーを生かすようにっていうのですごく意識してやったんですけど、あとはね、どうしたって音が、所詮 iPhone なので、はい、そこは厳しいですよね。うん、でも、大したもんだけどね、あんなちっちゃいものであんだけの音が出るので、十分なんだけど。あの、大きな画面にして、あの、テレビで見てみたんですけど、ああ。そうすると画面の荒さがもっとわかるじゃないですか。はいはいはい。と僕の顔がなんか埴輪の顔みたいな。そうそうそう。あれね、やっぱカメラの性能すごいですよね。うん。あの、スマホぐらいで見てる分には全然わかんないんですけどね。なかった。うん、成友さんがありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。うん。そうだね。そういうのもあって、いろいろ今カメラ、昨日よりカメラ綺麗でしょ、これ。昨日のカメラ、すごいですね、変えたの。うん。昨日あの後にいろいろ工夫して、うん、昨日言ったやつを実行したの。自分が持ってるカメラ、一眼じゃないんだけど、コンパクト、コンデジの、なんだっけ、いいやつ。いいやつ。スーパーコンデジみたいなやつ。ああ、うん、昨日見せたあの一眼のあったじゃないですか。あんなのよりはこっちの方がもうちょっとその低いから、昨日言ってた一眼でやったらもうこれよりいいと思うよ。これ実はね、うん、今一眼で写して、あ、もうできたの？あれからちょっとやっあとこうだとやって、あ、なんで目線横に置いてあるんでカメラを。だパソコン見るとこうなっちゃう。そうなんだよね、うん。うちもこれ見ないといけないんだけど、ついここの顔を見てしまうんだけど。あ、でも昨日よりやっぱり断然みんなグレードが上がってるわけですね。なんかやっぱりいいですね。そうなの。で、あとは、なんだっけ、露出っていうか、明るさ補正をちょっと、明るめにしとくと、女優っぽい感じの明るさになる。女優っぽい感じ。ちょっとだけ、明るめにしといた。0.3 か 0.7 ぐらいにしとくといいかな。で、今そこ、そして後ろがグレーだけど、ちょっと白に近いので、はい、ちょっとアンダー気味になるじゃん。そうですね。なので顔色が多少、くぐもってしまうので。
ちょっと明るめ設定にするといいかもしれないですね。皆さんありがとうございます。スパチャを。すみません。もうどんどんお話中なので、後で全部見ますんでね。うん。はい。まあ、でもね、いいですね。まあ、じゃあもうぜひ、また田中さんも自分でいろいろやれるように動いてみてくださいよ。ちょっと、改良していきますので。ね、また、そして、ね、同じような演奏をやってもいいし、いろいろ楽しんでいくしかないですからね。うん、ちょっと僕もいろいろレパートリー、もうちょっとクリックの入れやすいの。いや、大丈夫です。あれもすごい面白い。勉強になりました。うん。今は、普段は何やってるんですか？普段はもう午前中のんびりしてゆっくりちょっと寝てのんびりして午後からちょっと練習して、うん、夕方になって今大学始まったじゃないですか、うんうんうん、それでちょっと成果打ってきた ね動画レッスン そのリモートレッスンですから ね、うん、僕も、まあ2回やりましたけど結構大変ですよね。慣れないと、まあ、そのためにもこういうカメラだったりいろいろ配信のための音の機材だったりっていうのがあるとないとで随分違ってきますよね、ただ今もう機材が売ってなくて全然今日いろいろマイクとか見て もう手に入らない。でもちょっとパッとあったので一つちょっと変えたんですけど、マイクはちょっと買ってみましたけど、そうそう、なかなかね思ったものがないとか、あと価格が3倍ぐらいになってるとか、はい、うん、割と欲しいと思うとみんなやっぱ欲しいものなんだね、うん、なかなか手に入りにくいです。僕も今頼んでるの、今日も頼んだのがあって全部でどうだろうな、5つぐらい来てないかな、いろいろなものが、うん、1ヶ月ぐらい来てないものもあるので、もともとでもね、すごいもう充実した機材じゃないですか、本田さんとか。いや、そんなことないですよ。音の方は機材揃ってますけど、絵の方はいわゆる写真の撮るカメラは好きなので、割とありますけどね、映像に関しては全くなかったので、それをなんとかしなきゃなっていうので今一生懸命やってますけどね、なかなか大変ですよね。でもこんな、この間のタンクのね YouTube のやつとか、はい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 、あれなんかもだからああいうふうに作業するのも本田さんやったんですか、うん、あれもちろんそうでしょう、うん、まあ、音の方は なのでね、割とちゃんと撮れるんですけどね、うん、映像でも込みで撮らないといけないっていうのがここ最近ほとんどなので、映像込みで一曲頭から最後まで吹くとなると、その間一回も間違えちゃいけないみたいになるのでそれが結構大変ですよね。まあ多少はなんとかなるとは思うんですけど、うん、そこら辺が今までとちょっと違う環境というか、求められるものが違ってきますよね。そうですね、うん、その上に普段最近こうやって吹いてないでこんなことばっかりやってるので、ね、なかなかこう自分のクオリティも高く保つのが大変というか、高く保ててないし、うん、それをなんとかしていくのがいいですね。あの頃はね、まだちょっと吹いてたかもね、タンクの頃はね。どうしても吹かないの？この間ちょっと練習しました、久しぶりに。うん、普段毎日練習してるの？練習してるんですけど、うん、聞こえなくなっちゃった。あれ？ちょっといじってくれ。あれ聞こえない？こっちは聞こえてますよ。ちょっとね、うん、今いじったら聞こえなくなりました。ごめんなさい。ああ、大丈夫ですか？はい、聞こえます。大丈夫ですか？はい。あ、聞こえます？聞こえますよ。何の話してましたっけ？うん、え、普段の練習について今の、ね。だから今もう音階練習とかロングトーンなんかもやってますよ。あ、ちゃんと毎日。やってます、やってます。うん、偉いね。学生の時、うん、でもそう、田中康人さんといえば、構成ウィンドウの、なんだっけ、社長みたいなやつ。あ、ファンマスじゃない。なんて思ったんですね。楽団コンサートマスターっていう。コンサートマスター、はい。コンサートマスターもやられてるわけですけども、はい、当然、そこでの演奏はもうしばらくずっとやられてないってことですよね。もうね、2月の末に中止になってからずっと、うん、今のところ8月ぐらいまでは全部中止になってますね。ああ、そうですよね。
うん、でも、あの、まあ、うちらもずっと、もうどこまで中止になるか分かんないし、例えば今、6月に入ってくるものもあれば、6月にどんどん抜けていくものもあって、これ抜けたところに入ってるけどいいのかなみたいなのがあったり、あと10月、11月ぐらいになってくると、ここ最近できてないのが全部あの延期になって移動になってるので、もう土日もなく、月曜日も火曜日も全部入るみたいな、えらいことになってますね。まあ、でも、まだうちらももちろん大変なんだけど、例えば、なんだっけ、吹奏楽の大会も中止になったんですよね。全日本吹奏楽コンクール？あ、そうです、コンクール。ねえ、コンクールも中止になったし、山のビッグバンドコンテストもそれこそ中止でしたっけ、あれ。まだ中止決まってないのかな。でも予選とか全然できないもんね。山のは今日見たら中止って出てましたね。出てました？ええー。うん、そうですよね。とかね、ああまあ、甲子園もそうですけどね、甲子園まだ一応検討中なのかな。甲子園、そう、甲子園も中止？中止ですか？春はね、もう中止になったけど、夏ももうほぼ中止みたいな感じですよね。あ、なんか、安藤さん止まってますって、なんか画面が、画面が、その音は聞こえてるんだけどね。カシャッと言ってね、なんか、ね、なんか写真撮っちゃったんじゃないの、なんか。いじってないんですけど。カメラが写真撮っちゃったのかな。そう、あれあれ。まあ声聞こえてるからいいけどね。そう。で皆さんそのね、そういうあの学生の人たちがやるはずだったコンクールやコンテストや、まあ、あの甲子園みたいなものが中止になったり延期になったりってしてるのがね、うちらのもまあ大変だけど。もう一生の中で1回しかできないものなので、すごくかわいそうですよね。そうですよね。3年生とかね、もう本当に、今年はね、まあでも、だからといって、無理してもできない事情が事情だけに、どうしようもないんですけどもね、まあ考え方ですけど、人生まだまだ長いので、あの若い人たちが、その中で、違うまたピークがあると思うんですよね、うん、もちろん高校生の時のそれを本当はやりたかったって3年間やってきたもあるけど、それはまた例えば大学生に入った時に同じようなことをまたできる可能性もあるし、うん、なんかその分のなんかエネルギーを他にまた使える時が来るんじゃないかと思うんですけどね。大学生なら大学生、またあの社会人になって何かやれることがあったりとか、あ、動き出しましたけど、なんかすごく今度ハスに構えてますね。なんかね、あ、これをパソコンのカメラに切り替えました。ちょっと、あ、なるほど。悪くなっちゃったので、旧型のスペックに戻ったようですね。はい、今これ2人でさっきみたいに並んでますか、画面？並んでますよ。あ、聞いてた、うん。うん、あのこっちの状態としては全然大丈夫でしょう。大丈夫、あ。ありがとうございます。すみません。うん、大丈夫です。はい。うん、あ、一眼レフだと一定時間で止まりますって書いてますけどね。ああ機種によるんだと思いますけどね。うん、あのパソコンの方に切り替えました、うん、はい。うちもそのうち切れるかな。うち切れるとこれあのパソコンがノートじゃないので絵がゼロになりますね。これまあいいか、ラジオなんて絵ないもんね。一緒だよね。うん、そう思えば、うん、ラジオになったと思えばいいってことですね。うん、でもまあコンクールね、まあ、あのショックですけど、うん、コンサートとかね、またこの今年そうですね、するといいですよね。なんかいいことできるといいですね。まだね、あのね、あのもちろんコンクールであの優秀な成績を取るために頑張るっていうのはすごいモチベーションになるし、僕はすごいいいことだと思うんだけど、まあなかったらないで、またこの全然今演奏もできてない中でやれることっていうのを考えるしかないだろうし、今できること、そしてこれから先できるようになった時に何ができるかってことを考えながら進んでいくしかないですよね。うちらもそうだもんね、基本的にね、うん、であのコンサートをやるっていうこともすごく大切なことだし、うん、あの盛り上がるもんね、あのコンサートをあの作り上げていくっていうのは、まあ、うちらは今基本的にそういうことをやってるわけで、うん、今コンテストに出るっていうのは多分ないもんな。コンテスト出してくれないもんな。ないですね、うんうん、なんか世界のなんかコンテストとかあったら出れるというね、うん、もうなんかないわけで、でもまだまだそういうモチベーションを保てるものはあるので、そういうことを目指してぜひ、音楽が楽しいものが変わるわけじゃないので、あのまた何かを目標にして頑張ってほしいですよね。ホンダ杯シニア部門とか
スーパーあればいいですよね。なんか確かにでもそういうのをなんか作ってあげるといいかもしれないね。またでもそういうのをこういう遠隔とかでも出てくるかもしれないですよね。あんまりね、そうですね。このなんかまあこれで今の状況が改善されてまたコンサートができるように、まあ、しばらくはかかるにしてもそのうちなる必ずなるはずなんですけど、うん、なってもなんかこの音楽業界のあり方みたいなのは変わるかもしれないですよね。こういうことをみんなやりだしたんで。そうですよね。うん、こういう形がね。ね、で、その、見る方のお客さんたちも、こうやって見れるのの、まあ、また違った楽しさみたいなのもあったりとか、いろいろ知れることもあるし、で特に、それこそうちの田舎みたいなところなんてコンサート誰も来ないので、そんなところで、いろんな人の、本当に生で演奏しているものが、まあ、テレビみたいなものから見れる、ネットの状態、ね、それは昔から考えたら絶対にありえない話だし、もっと言えば外国のアメリカの人たちだってこれをやってくれるわけだから、うん、だからね、そういう意味ではいい部分もすごくあるし、まあ、これは別にコロナが良かったからなってるっていうんじゃなくて、こういう機材がいろいろあって、こういうことができる時代にそういうことになったから、これが良かったっていうだけなんですけど、まあ、それがまた。新しいのは、ね、できたってことですもんね。そうですよね。うん。だなんか、また、それを利用した何かみたいなのが出てくるかもしれないですよね。うん、そういうのをまたアイデアで考えていくのも、うん、まあ、我々かもしれないですよね。そうですね。もっともっと、うちらより、若い世代の人たちだったら、もっとね、そういう、また新しいアイデアが出てくるかもしれないし、うん、ぜひ、もうなんか、そんなことも考えながらいろいろ盛り上がって、気持ちを、なんか、前向きに進めるようにやっていってくれたらいいなって。まあ、こういうことがあったので、うん、まあ、本田さんとこうやって出会えたっていう、まあ、いいことも。うん、いいことを作っていかないとしょうがないもんね。うん、いろいろこうやってお話できて、まあ、昨日も十分お話ししたんですけども、またね、こうやって、皆さんいろいろコメントいただきながら、見てるんですけどね、いろいろこの触れられないぐらい、これ2人でずっと喋ってるんで、これについて喋ればいいんですけど、あ、そっちもこのチャットは見れるんですよね。見えてます。今見えてますよね。はい、はい、うん。そうなんです。うん、なので、まあ、また、こういう、もちろん、生で、直接的に、デュオをやったりとか、まあ、デュオじゃなくても、まあ、それこそ、構成ウィンドウまた呼んでいただいて、この間呼んでくれた時は、田中康人はいなかったんですよ。そう、のね、リサイタルが東京で。そう、なんかリサイタルが入ってるとかで、虎が入ってて、もう、てっきりいるもんだと思って行ったら、残念ながらいなくて、一緒になれなかったんで、すいません。また、ぜひまた呼んでいただいたりとかですね。うん。後半、また、本田さん、ちょっと後半から出てきてもらって、うん。本田さんのレパートリーざーっとやって。あ、ぜひお願いします。いろいろちょっと考えておきます。うん、ね、みんなで合奏ができるようになった暁には、またそういうことで盛り上がりたいですよね。今度は俺がやります。本当かな。はい、大先輩を申し訳ありません。とんでもないです。うん、いや、でも本当に嬉しかったです。いろいろ絡むことができて。うん、またなんかね、一応、やろうっていう計画も一つ、はい、別件でというか、ちょっと人数が増えてやろうという計画が持ち上がってるので、その時はぜひ、またご協力を、ね、お願いしたいと思います。それまでもうちょっといい機材にしておきたいと思います。今度はスマホじゃないよね。もうちょっとなんかこう、機材が、世の中に売られてる機材だったり、その環境だったりが、もうちょっと進化すると、一緒に、リモートで演奏できるようになるかもしれないですけどね。電波状況であったり、いろいろなところで、今だとちょっとね、一方通行でもちょっと難しいぐらいだったので、この生でやるのはね、データをもらって、かぶせていくんだったら、今はできるけど、もう、かぶさんに合わせてもらうばっかりになっちゃいますもんね。うん、どっちかがそうなっちゃうからね、今はね。うん、それを、なんか、お互いに聴きながら演奏ができるようになってくると、
もうそうなってくるとますます生で演奏する機会がやばくなってくるよね。いやそれでいいじゃんとかなってきたらやばいですけどね。複雑ですね。ねえ、まあでも、うん、ぜひあの前向きにいろいろできそうなことをやっていきましょう。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ということで、割と長くになってしまいましたが、はい、夜遅くにすみませんでした。こちらこそ、ありがとうございます。多分また連絡するので、はい、ぜひよろしく。何か面白いアイデアあって機材が揃ったらまた、ああぜひ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 いつでも言ってください、はい、ずっと暇なんで基本こちらもあの、うん、クラシックはあの暮らしが苦しいとか言ってクラシックってよく言いますそれやばいやばい今やばい、うんうん、なんとかしましょう。はいはい、な感じで、どうもありがとうございました。ありがとうございました、ね。田中康夫さんでした。これ切る、これ切る、あ、そっちで切ってもらうことになるのかな。これこっちでね、あ、切ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。田中康夫さんにいらしていただきました。ということで、ま、あの今日はいろいろ話の中にもありましたけども、一緒に演奏するっていうのはなかなか難しいんですが、またそういう機会があればやってみたいと思います。いろいろお話聞けて楽しかったです。今日全オールお話っていう感じなんですけども、まあどうしようかな。これでなんかできる？カラオケで何か吹いてみますか。もうみんな寝ちゃったかな。こうやったらできるかな。寝ちゃったか。これ切って大丈夫かな。これで。まだみんな見てます。ありがとうございます。じゃあ、一曲ちょっとカラオケをあんまりね、割と派手なのばっかりしかなくてね、これできるかな、しばらくやってないけど、こちら楽器はね出しといたんですよ。これで派手なのはね、あの多分今んとこの傾向としては、大きな音の派手なのやるとなんかネットがおかしなことになって音が変なになるので、ちょっとゆっくりめ静かめな方が今んとこいいような気がするんですよね。ちょっと待ってくださいね。ダメかもしれないですけど、あのサックス吹くので音が今からお話マイクがだいぶ聞こえにくくなります。で、あ、これはね、リバーブもかけてますね。これで演奏できる。あ、消えちゃった。これなんかね、このカメラ今日調子悪いんですよ。一回電気切ったら治るんですけど、一回切っていいですか？これあのオートフォーカスが来ないんですよね。一回切れますけど、多分絵が切れるだけだと思うんです。オートフォーカスね、一回どくとダメなんですよね、今日はなぜか。はい、切りました。多分復活するはずです。はい、来ました。音量バランスが今日は聞いてくれる人がいないので、わからないんですけど、やりながら、
皆さんの方のコメントはちょっと遅れてくるのでなかなかお答えできないかもしれませんけども、もしあんまりひどかったら、言ってください。あ、ちょうど来ました。フェンナイ進行武勇が聞きたいです。それをやろうと思います。ちょっと待ってくださいね。これでいいか、大丈夫かな。あ、ダメですね。
はい、いかがだったでしょうか。すっごいリバーブがかかってますね。いいですね。はい、いかがだったでしょうか。また、これなんかね、絶対こうなるのさっきから。一回消えます。はい、また戻ります。なんだこの現象は。はい、いかがだったでしょうか。演奏でした。うん、まあ、そうか、そうか、離れるとまたなる。ごめんなさいね。また消えますね。離れちゃいけないんだ。やっぱり離れちゃいけないと、またエコノミー症候群みたいになってしまうんですけども、いかがだったでしょうか。一曲ぐらい演奏しないとなんかね、せっかくいらしてくださった方々、申し訳ないので、一曲演奏してみました。さっきちょっとこれで考えてたんですけど、演奏しながら今。演奏を、またなんかこういうライブチャットみたいなのをやるとして、一曲そこでリクエストを受けて演奏できるようになったら素晴らしいですよねって自分でなんか無茶振りしてるんですけど、そういうのができるようになったらまたそれはそれで面白いんだけど、これ用意が大変ですね。今ねたまたまここの iPad の中に入ってるどっかでやったことがあったようなカラオケがずらっと並んでるのがせいぜい10曲ぐらいかな。だからこれをまあ多分そこまでは無理ですけど、今まで自分が出したアルバムのやつカラオケ全部本当はあるので、でも MD とかなんですよね、当時昔のやつで。それが MD とかのやつが自分で集められてカラオケ全部用意しとけば言われた曲をやるって言っても全然やってない曲急にできないと思うんですけど、まあもうこの際ですからできないところをもう見てもらうっていう、もう大人になります。うん。そういうところから見てもらって、じゃあ次のやるときまでに上手になるところも見てもらうとか、もうなんかそういう時代かなと、いう気もしております。うん。まあ全部はできないですけどね。あとは、それこそ今だったら、アイリアルとかで使ってカラオケは出せるので、まあ、ジャズのスタンダードのものしかあれは基本的にあんまりかっこよくならないんですけども、まあ、それも含めたら曲数で言ったら自分の合わせたら、ね、1500曲ぐらいありますかね。その中からできるようになったらもうそれはそれでなんか一つの形みたいになってくるのかもしれない。ただちょっと今の音がどうだったかとか、どれぐらいヨレヨレしてるのかって、僕がやった感じですと、誰か友達ちょっと使ってやったりとかした場合は、なんかやっぱり音が走ったり、もたったりみたいなのが割とあったんですけど、それは電波の状況なんですかね。そうだとすると、電波を良くしていけばいいわけで、今、うちは Wi-Fi なので、これを線を引けばいいんですけども、線を引くところが階が違うので、なかなか難しいんですが、まあ、それをなんとかできるようになれば、そういうこともできるかなというようなことも考えて、今演奏してました。なんかもう、普段演奏するときとこのなんか集中力が全然違うというか、全く集中してないですからね、演奏に。なんかいろんなこと考えながら、なんかカメラがどうとか、音の、まずどんな音量で言ってるかもわからないので、そこら辺ちょっと慣れないと大変ですけども、またいろいろ考えながらやってみたいと思いますので、ぜひ、また、これに懲りずに、ライブ配信の方にもお越しいただけたらなと思います。本当に皆さん、たくさんのコメント、そしてスパチャ、本当にありがとうございます。感謝しております。またぜひやりたいと思いますので、またその時は告知いたしますね。ということで、長くなってしまいましたが、今日はこの辺でお別れしたいと思います。それでは。